どうもこんにちは、パラシュート部隊です。こんにちは。さあ、今日は大好評ゲンチャリあるある第3弾ね。いやなんかもうないんじゃないかって、まあ、ね、旗から見ててももうないやろうなと思ったんですけど、はい、もうやっぱ乗ってたらね、うん、湯水のように溢れてくると思ったけども、あんま出ないんでひねり出しました。わかるわかる、うん、わかる、うんうん、アクセルをブン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 回してね、ウィリーまだかと、ウィリーしちゃったね。ウィリーしてます、もうまだか、はい、最後でしょ、もうでも、もしかしたらね、最終回の可能性あります。新シリーズ作っていかんとね。そうなんですよ、本当に。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。もしかしたら最終回、うん、まず最初、雨のマンホールスケートリンク。あ、怖いよね、このね、雨降った時のマンホール、うん、ツルツルなんですよ。わかる。だからちょっと怖いよ、気をつけて通らなきゃいけないんですけども、うんうんうん、もうここで一番ダメなのがブレーキ、うん、タイヤがロックされると、もうマジで滑る、こける。あとカーブとかも危ないよね。危ない危ない。だからこうなるともうキュッてなったから、キュッてタイヤが止まるから、そのまま滑ってバーッつって、うわー怖いな。もうそういうの聞くと怖いよね。いやもう本当だって、車でもさ、高速とかでなんかちょっとこう鉄のやつみたいなとこ踏む時とかさ、うんうんうん、怖いもん。ちょっとそのレベルじゃないからやろ、マジで。もうトリプルアクセル、これで俺の友達滑ったまま奥に路駐してた車の下に原付がめり込んだからね。危ないな。あの右足がもうボロボロになって、うん、長ズボンから、うん、あの血出てたよ、破れて。普通にえぐい話、普通にえぐい話やめてくれよ。あれ、うん、あれこれ笑うところなんだ、どうやって笑うの。これは本当に危ない、気をつけて、ね、あのマンホールの上では絶対にブレーキしちゃダメだから、うん、危なくても。あ、勉強になるね。そうこれはね。そうですね。じゃあ続きまして、うん、こちら、冬場セル死ぬ。わかります、セル。あー懐かしい。原付っていうのはブレーキして、はい、ここのボタンがあるんですよ、ここで、うん、あのエンジンかけるんですよ、ドゥルルルルつってブル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 ってなるんですけども、あの古い原付だとバッテリーが弱ってて、でかからんのよね、あのエンジンがキンキンに冷えてるんですよ、エンジンがキンキンに冷えてるから、もううんつって、もうずっとうんつってかかんないのよ。そんな音やったっけ、え、原付うんうんやったっけ。うんうんやし、今の俺のトゥデイはカカカカカカ、そっちのイメージ、カカカカカカ、そっちのイメージよ。ずっとあのバグったみたいな音がなる。いや原付ってすごいのがさ、車とかじゃなくてさ、うん、セルとさ、うん、あのキック、そう、あのキックすごいよね、うん、だからキックって言えばもうあれと一緒やん、ブルーンってあのチェーンソーと一緒なんよ。だから、ね、キックもなんか噛み合わなかったらカッソンって言ってもうかからんのよね。プルンってだから、もう俺はもう今11月なんで、うん、もうあのセルが死んでます。早いね。俺のセル、あ、じゃあもうキックキックです、今朝の方がキックです。どう思う、福岡の、言っても俺たちもまあもう福岡では先輩の方でさ、うん、先輩キックしてるって。いやキック別にそれでかかるんやからええやんか。いやいいけどさ、ええ、やんかキックって。いやそういう意味で言うと、後輩の勝がもうあの、うん、ハーレー買ったやろ、夢あるやろ。いやいや全然原付でいいでしょ。もう勝が言ってもちょっとやめてくださいよ先輩夢ねえっすよっつって。ちょっと待って、じゃ順番変えて流れで言うと、続いて、街で知り合いに会うとニヤニヤされる。あー分かる。あれ何やねあのね、あれ何やるわ。あのロケ車とかの横に止まる時がある、昭和通りとかで、でちょっとこう小窓開けられて、ベビさんあれ何してんすかっつって。なんかね、半笑いで、なんでだあれ。ほんと便利だし、めっちゃいいと思うんだけど、なんかやっぱ庶民的な感じが出て、でなんか 若い衆が乗ってたりするけども、うん、なんだろうね、なんでニヤニヤするのあれ。おじさんが原付乗ってるとなんかニヤニヤにやけちゃうんだよ、ね、いやすごい嫌な気持ちになる。で、あの街とかで顔刺されるじゃないですか、うん、信号待ちで止まってて隣が気づいてくれるじゃない、窓開けて、ペペさんなんで原付なんですかって言う。いや、なんで車なんじゃってなる。なるほど。 なんで原付、なんでだから、もうちょっと稼いでると思われてんじゃないの。え、なんど、あ、もう原付じゃなくて、全く原付否定する気もないし、うん、別にお金がある人も乗ってる便利やけど、うんうんうん、なんかやっぱちょっと面白いよな。そう、やっぱね、おじさんだからなのかな、うん、でもっと年取ると逆に似合ってくるよね。そうね、50超え出した頃に結構、いや、なんかこうちょっとここからここまでが原付の方が便利だからっていう
わけじゃないじゃない、矢野くんの場合はもう翼としてもうあのあるや車持ってるけどもう仕事場行く時だけ原付の方が早いみたいなんじゃなくてもうメインコンテンツとして使ってるってとこがやっぱ面白いかな、うん、そうね、あ、そういうことなのかな、うん、すごいニヤニヤされんだよな。でも結局車もいいっつってあのなんかカーシェアの会員みたいなになろうとしてる、ね、あ、もうなりました。あ、なった、はい、カーシェアの入りました買わずになんか、はい、もう俺カーシェア入りましたからね皆さん、はい、じゃあ続いて、U 字ロック忘れて発進する。ああ、ガガガガってなるよあのね、懐かしい ね、 ね U 字ロックパクられないように、うん、タイヤのこの隙間に U 字ロックつってロックかける、うん、それをあのロックしたのを忘れてそのまま発進して危ないめっちゃ巻き込むっていう。危ない、普通に危ないやつ。危ないあ、でも気をつけた方がいいね。これはある、あった。 U 字ロックかけてたな。あったでしょこれ。もう今なかなか見ないですよね。 U 字ロックかけ終わって乗るときどこ入れてたっけな。いや、メットインでしょ。メットインなんかかな。メットインか後ろのこのリアのこの乗せるところの網目にカチャッと。あ、あったあったあった。で、こうやってあとあの布地の太い布地のやつ首にかけて走ってるやつ俺はあった。あのチェーン系でしょ。チェーン系でしょ、うん、分かる。あと U 字ロック結構あのショッキングピンクとか。あ、蛍光色多めだよね。イエローとか蛍光色。俺は黄色やったな。俺も黄色やったよ。黄緑やったかな、うん、黄色蛍光色でした、ね、U 字路これね、よくある、うん、続きまして、はい、信号待ちでゲンチャリ同士が並ぶとちょっと意識する。おー、ワイルドスピード始まっちゃうわけね。そうなんですよこれヒーつって、うん、こう俺ね、あと注意してほしいのは停止点あるでしょ。で、俺がここにいるじゃないですか、うん、俺はね、絶対この前に止まってる原付の前には行かないんですよ。ちょっとこう後ろに、うんうんうん、横付けしてくるやつ。なるほど。ちょっと待ってと、挑戦状かと。いうことで、青になったら俺ちょっと意識して、絶対こいつより早く行く。スタートね。スタート。でも30キロまででしたね。30キロまでしか出せないんで。そうなんですよ。これがね、黄色ナンバーとかピンクナンバーだともう勝ち目が。あ、終わりだ。うん、ただこれのこのすり抜けのテクニックでどうにかっていう時。なるほどね。ちょっと意識しちゃう。うん、前に来ないでください、うん、絶対にこうマナーですから後ろに来てくださいね。そうね、こう前に並ぶと。こういうのも含めてなんか初対地見てんだよね。夢がない。全部がフェラーリとかの話じゃないからね。何を競い合ってんだっていう。じゃあ最後行こうかな、はい、こちら、ヤンキーじゃないのにマフラーの音でかい人いる。いるわ。故障かな。あれはね、もうあのマフラー穴開いてたらすごい音するんですよ、うん、穴開けてたよねヤンキー。パーンパーンっつって、あー、もうヤンキー来た、めんどくさーと思ったら普通のおじさんって、うん、ぶつけたんやろね。こすったんやない。そう、穴開いてたらめっちゃでかい音するんですよ。それでもおっさん直さんからもうずっともう 200m ぐらい後ろからバイクうるせえ。あれもう俺今明太の中継がさ、日赤通り沿いやからさ、 FBS の前やから、もうめっちゃバイクとかもううるせえよ。さあ続いてのお天気、ペーン。そこまでじゃないですか。いや、それも飛行機レベルよ。いや、バイクうるさいよ、だって横やから。ああ、まあな。だ、穴開いてたら釘とかで穴をこう閉じたりしてたね。そうすると危なそうやね。穴閉じればあの音しないのよ。でそれ取るとペーンって言うから、うん、ちょ気をつけてくださいねこれ、うん、ちょっとこの民間療法なんで。民間確かに、うん、ちゃんとこう、確かに、はい、修理出してくださいね。その発想はなかったわ、はい、そう、おっさんと一緒やん。さあということで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。